2001年8月30日の早朝のことです。東京都荒川区西日暮里にあります諏訪台中学校の近くの交差点の路上で、一人の男性が赤く染まり倒れているのが発見された。発見した人物は119番通報をし、救急車を呼びます。緊急搬送されるも、約1時間後に帰らぬ人となってしまうのです。現場は線路近くの閑静な住宅街で、こういった事件と無縁の場所でもありました。果たしてこの男性に何があったのでしょうか。警察の情報を額面通りに捉えると、誰かが犯人を隠しているように思えます。そこには深い何かが潜んでいるようにも思えます。最後までご視聴いただき、皆様の考察をコメント欄にご記入いただければ幸いでございます。それでは行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明させていただきます。2001年8月29日、まだ夏の暑さの残る時期、当時24歳の阿部孝俊さんは電車に乗り仕事先に向かいます。阿部さんは JR 上野駅にあります居酒屋勤務でした。週半ばの水曜日ということもあり、いつもよりも緩やかな時間が流れておりました。日付も変わり8月30日になります。阿部さんは勤務を終え、地元近くの三河島駅に向かいます。そこで韓国人の友人4名と合流し、5人で焼肉店に入ります。この三河島駅から日暮里方面に向けての通りは在日韓国人も多く、焼肉店が多く立ち並び、スナックも数軒ありました。韓国人の友人ということは三河島が地元だったのかもしれません。5人は焼肉でお腹を満たすとスナックに入り、お酒とカラオケを楽しみます。スナックで楽しい時間を過ごしてからしばらくすると、スナックに2人組の男性が入ってきます。年齢は30歳前後、1人は赤色のシャツを着ていました。その2人組は阿部さんのグループの元に行き、軽く挨拶をしてから少し離れた別の席へ行きます。楽しい時間が過ぎていきます。そして時刻は午前5時になり、阿部さんら5人はお会計を済ませ店を出ます。同じくして赤いシャツを着た2人組もお会計を済ませ店を出るのです。ほぼ同時に7名がこのスナックを出ることとなります。この時何かしらのトラブルがあったとみられております。西日暮里2丁目の閑静な住宅街で、自転車に乗って帽子をかぶった男性と若い男性が言い争っているのが目撃されております。帽子をかぶった男性はスナックにいた赤シャツとみられております。また言い争っていた若い男性というのは阿部さんとみられております。そして午前5時25分頃に諏訪台中学校近くの交差点で赤く染まった阿部さんが発見されることとなります。警察は捜査をいたしますが、赤シャツの男が入店時に阿部さんたちのグループに挨拶をしたことから面識があったとして捜査をいたしますが、赤シャツを特定することができず未解決となっております。以上がこの事件の流れであり、現在分かっていることのすべてとなっております。ではここから今宵なりの考察に移っていきたく思います。主観も多く入りますので、皆様のリテラシーにてご判断いただければ幸いでございます。まず阿部さんらと赤シャツたちは面識があったのかどうかという点です。確かに赤シャツたちは阿部さんらに挨拶を行っております。けれどもある程度の関係性があったのであれば、赤シャツの身元は特定できたのではないかと思われます。
そう考えると、ある一定以上の面識があったとは言えないと思います。ただ、飲んだ席で見かける程度の関係ならば、軽く挨拶をしたのも頷ける部分もあります。おそらく、面識があったとしても、その程度だと思われます。次にヒントとなるのが、赤シャツが自転車に乗っていたということです。通常、飲みに行くとしたら、繁華街が地元の2択になってくると思います。三河島駅は繁華街として賑わっているイメージはあまりありません。地元から愛されるお店が、地元の住民に支えられ営業をしているようなお店が大半なのではないかと思われます。一部、いつも満員となっている焼肉店もありますが、それは一部であり、今回はスナックでしたので割愛させていただきます。これらのことから自転車で来ていたこともあり、赤シャツの生活圏内だったと言えると思います。ある意味、安倍さんと生活圏内が被っていたとも言えます。ただそうだとすると矛盾が生じてくるのです。赤シャツが自転車だったことから、生活圏内が半径何キロかある程度特定できると思います。そうであれば、警察は赤シャツを探し出すことは可能だと言えます。半径数キロのお店を片っ端から回り、似た特徴のある人物をしらみつぶしにしていけばたどり着けます。けれども結局は赤シャツにたどり着けていないのです。このことから2つの仮説を考えました。1つ目は、赤シャツは安倍さんグループと面識があり、逆らえない存在だったのではないかということです。仮に赤シャツの力が絶大で誰も逆らえないのであれば、みんなで口をつぐんでしまい、赤シャツにたどり着きにくくなる可能性もあります。もし赤シャツも韓国人だったのであれば、帰国し警察の手が及びにくくすることも可能かもしれません。ただこの考察には無理もあります。それは赤シャツが一時的に時間稼ぎができたとしても、韓国は犯罪人受け渡し条約が結ばれた国なので、警察の手が及んでしまうのです。また赤シャツの力が及ばないお店などは、赤シャツの情報を警察に提供すると思われます。もう一つ考えたのは、実は自転車に乗っていた人物はスナックで一緒だった赤シャツではないのではないかということです。仮に店の前で揉めたのであれば、4人の友人も現場まで一緒に行くと思います。けれども安倍さん一人だけでした。それに朝方の5時頃は人も少なく、同じ方向に行くのであれば少し警戒すると思います。自転車の人が歩く人と同じペースだったら疑います。そのことから、自転車の人物は赤シャツではなく、通りすがりの人物だったのではないかと思われます。もしかしたら自転車の人物すらも犯人ではなく、実は目撃されていない人物なのかもしれません。そうであれば多くある伏線に惑わされたどり着きにくくなります。また早朝だったこともあり、目撃証言が少なかったことも相まった可能性もあります。ただ少なくとも時間帯的にその近辺を生活圏にしている人物が犯人なのではないかと思われます。ただ光り物を所持していたことを考えると計画性を感じます。そういった人物が今も平然と過ごしていると考えると恐ろしくなります。今の時代であれば、学校周辺ならば防犯カメラもあり、それが抑止力となっていると思います。けれども依然として防犯カメラがない箇所も多く、それを意識しない人も多くおります。このご時世、外で深酒をすることもあまりないと思いますが、人の少ない時間帯にはそういった危険性が潜んでいることもご理解いただきたく思います。節度ある飲み方が大切に思えます。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、皆様の考察をお願いいたします。またお会いしましょう。